東日本大震災からちょっと帰るタイミングをちょっと意識してるということがまず一つあります、うん、で、まあ、この中で、まあ、ちょっと今父親ががんになっていると、まあ、母親は元気なんですけども、うん、まあ、この中でもし父親が閉鎖として、うん、重病化して、うん、下手したら命に関わる可能性があるかなということで、まあ、ちょっと私もしばらく聞かれたというところなんですけど、うん、もう2年ぐらいちょっとタイミング通したらいいのかなと、親と子供の関係というところで、私自身がまあちょっと親に迷惑かけてたというところがあったので、うん、いかに親に迷惑をかけないか、うん、これは常に毎日考えてはおりますね。そういった面ではまあ自分がまあ親に対して普通に見守るだけでいいのか、ただ普通に自分自身が仕事を一生懸命やって毎日の生活を成り立たせるということに全力をしてやってた方がいいのかと、それを間違った考え方なのかというところがあります、うん、いいですか、じゃあ、はい、今親に迷惑かけないようにとおっしゃいましたね、はい、例えば今一人でしたね、はい、今倒れたら親は当然飛んでくるよね、親は自分のやることができなくなるよね、それは迷惑、その迷惑の可能性あるじゃん。お母さんに代わって嫁さんでもそれがやってくれたら、だから親に迷惑じゃなくて、親が一番喜ぶのはあなたが幸せになることだ、はい、あなたが健康で幸せになることが一番の親孝行だ、はい、実家にはたまたま兄が一緒に住んでたので、まあ、安心はしてるところはあるんですけども、うん、私自身もちょっと10年以上かけてやってる感じですね、そういった心残りはまだある、まあ、しょっちゅう連絡は取ってるんですけども、ちょっとそこは言い出せないところではあるんですね、はい、私があなたが幸せになるだけでいいって言ったのはどう思いますか？よくわかります。その一点ですよ、はい、あんまりああでもないこともあちこちやっても、もぐら叩きみたいなもんだ、はい、こっちやったらこっち解決したら今度こっちやったらこっち解決したら、まあ、でもある一点をやったら全部同時によくない、はい、でしょ。そうです。だからとにかくあなたが幸せになれば全部変わって自動的に親孝行になるし、はい、全部解決してくれる、分かります。この一点ですから、はい、はい、あまり複雑に考えないようにしてください。はい、ありがとうございます。